はいどうも、吉田茂です。今週から札幌開催が始まるということで、まあ個人的にはこの北海道シリーズっていうのは芝の1200メートルが、まあすごく楽しいかなと。まあローカル競馬全体に言えることですけど、まあ中距離戦よりはやっぱり1200メートルの方が、展開的にもいろんなカオスな競馬があって、まあ波乱もよく出てくるので、馬券的な面白さもあるという意味で、そこに注目したいんですけど、今年は函館札幌の順ではなく札幌函館の順番になるということで、まあ様々なこれまでのパターンが通用しなかったりすると思うんですけど、それで札幌芝 1200m の過去のレースっていうのをちょっと着目してみたんですが、まあ映像とそしてデータとまあ一般論とっていうのを組み合わせながら総合的に波乱パターンというのを読んでいきたいんですけど、まあというのもですね、昨年のレースの方をこうじっと振り返ってみると、1着2着に入ってる馬をこうやってみると人気が全然ない馬がたくさん馬券に絡んでいて、まあそれこそ1番人気と2番人気で来るみたいな組み合わせって本当に少ないわけなんですね。まあそうしたそのやけに人気薄が来ているというような傾向っていう、まあそういった傾向にですね、何か原因があるのかなと、まあそれが今年の予想に生かせないかなということを考えたんですけど、まあこれデータに頼っても結局やっぱり、まあ僕自身も動画でですね、様々なデータ、枠順とか、種牡馬のデータっていうのをたくさん紹介していますけど、まあやっぱり最近はいろんな本とかも読んでいく中で、このデータの脆さっていうのを僕はすごく感じ始めていて、データで競馬を語ることは非常に簡単で、まあ、ある意味でデータさえあれば誰にでもできることではあるんですよね。まあもちろんその解釈の良し悪しっていうのはその個人の能力問われますけど、基本的にはその使うデータの素材そのものは同じですよね。まあ、なのである意味このデータの限界を感じる中で、そこにやっぱり一石を投じるという意味では、やっぱりアナログな分析といいますか、数値化できない部分について、まあ泥臭く情報を得ていくということが大事だと思うんですね。まあ、その手がかりとしてやっぱりレース映像というものがあると思うんですけど、まあ、今回このレース映像を確認して気づいた波乱パターンというのを、まあ、2通りにまとめますと、まず1つはこの札幌芝戦にですね、人気馬が差しに回ってかつ人気薄が先行するパターン、まあ、これが1つ。そしてもう1つは、まあ、2歳戦において各馬の戦歴が浅く人気の信頼度が低いと、この2つに分類されると思うんですね。まあ、2つ目のパターンっていうのは、まあ、とにかくデータがないために単純な走破タイムとかで、オッズが決まっていて、まあ、実際にはその通りではないというか、まあ、逃げて成績が良かった馬が逃げれなかったとか、まあ、そんなケースなんですけど、まあ、それはそれで置いておくとして、やっぱ1番のパターンっていうのが、一つ面白いパターンかなと思っていて、このパターン、人気馬が差しかつ人気薄が先行する波乱パターンということなんですけど、この波乱の原因はですね、まあ、映像とか各馬の成績を見ながら考えていくと、人気の差し馬は外に回しがちでまず遅れると、まあ、差し遅れるということですね。で、人気薄の差し馬のようにですね、リスクを負ってインに突っ込みづらいということが言えると思うんですね。やっぱりこの北海道シリーズ札幌、これは函館にも共通すると思いますが、まあ、とにかく直線が短く、直線本当に渋滞して、一つのロスが命取りになるという、まあそういう競馬だと思うんですね。本当にインで詰まってしまえばそこで終わりと、そういう結構リスキーな競馬でもあるので、まあそもそもの条件として人気馬が力を出しづらい環境ではあると思うんですよね。そんな中で人気の差し馬がですね、わざわざリスクを負ってインに突っ込むかというと、そういうことは少なくて、やっぱり外に出してスムーズに出していきたいなというところがあると思うんですけど、まあ、それでは先行馬を差し切れないというケースが目立ちます。また2つ目はですね、この人気の差し馬っていうのは、まあ、この成績上差しで安定してきているから人気もしているということで、まあ、ジョッキーもこの馬の個性は差してこそだということを認識しているので、やっぱりこのレースにおいても差しを選択する、まあ、中段から構えるということになるんですけど、しかしですね、人気薄の馬の立場になってみれば、まあ、戦略を変更するインセンティブが働くといいますか、やっぱり今までのように例えば指してても成績が安定しないという馬がいれば、まあ、ここは一発前を狙ってやろうという意識が働いても当然おかしくないわけですよね。まあ、そうすると思わぬ先行馬の粘り込みが生じると。まあ、でもこのパターンというのは別にこの札幌に限った話では当然ないわけなんですが、
ただ一つこの札幌に、特有の事情がありまして、これ他のコースとですね比較した場合に札幌芝 1200m の特徴何があるかと言いますと、これ逃げ馬の成績が良いんですね。これ過去5年間の逃げ馬の成績ということなんですけど、で勝率の順に並んでいて、まあ、阪神コースはですね近年の高速化によって逃げ馬の成績が非常にいいということがあるんですけど、時点で札幌で勝率が 26.7%、それに続くのが新潟や函館のようなやはり平坦コースなんですよね。まあ、イメージとして函館の方が直線が短くて先行馬が有利というイメージあるかもしれませんが、この古都逃げ馬に限れば札幌の方が良いということが言えると思うんですね。例えば同じローカルの福島と小倉なんかと比べると、まあ、雲泥の差であるということがわかると思います。まあ、ということで、まあ最もこの GRA の芝 1200m においては逃げ馬の勝率が高い部類のコースに当たるわけなんですね。まあ、そういった意味でその人気薄馬の奇襲がはまりやすいということがこの波乱の傾向を生んでいる原因だと思うんですね。まあ、そこにさらに原因があると思うのは札幌コースの特徴として本当に起伏が少ない終始平坦なコースであるということ、まあ、そして排水性が高く、まあ、全然不良馬場とかにはならないと、まあ、重馬場になることすら稀であるという、まあ、そういう良好な環境が保たれやすいということが相まって、まあ、逃げ先行馬に良い条件が揃っているということが言えると思うんですね。まあ、この全てがしっかりと因果関係でつながっているような感じがしますよね。まあ、じゃあ逃げ馬の成績がいい、先行馬がいいと札幌がですねだとすれば、でも全般的にそれを狙っていいのかということになりますけど、やっぱりですね逃げれるかっていうことは枠順とかに非常に依存すると思うんですね。もちろん馬の個性っていうのはあるとしても、でこちら示しているのが枠順と客室の成績なんですけど、まあ、それぞれの副勝率っていうのをこちらに書いています。黄色い色がですね濃い部分がその副勝率が高い部分なんですね。まあ、そうしてみると同じ逃げ馬にしても1枠から3枠とか7枠8枠の逃げ馬の副勝率は高いと、例えば4枠と6枠っていうのは逃げ馬の副勝率はそんなに高くないわけなんですね。まあ、また時点で先行馬っていう括りで見ますと1枠がまあずば抜けて高いというふうに、まあ、一概に客室と言いましてもこの枠順によってその成績っていうのは大きく変わってくるということがわかると思います。まあ、決してそのですね4から6枠の成績そのものが悪いというわけではないですね。むしろ比較的良い数字がした 22% ぐらいの副勝率が出ているので安定感はあるんですけど、逃げた時に成績がいいかというとそういうわけではないという意味ですね。まあ、なので同じ先行馬で狙うなら内外はっきりした枠順がいいということが言えると思います。まあ、というのもですねこれ枠ごとの逃げ確率、これ逃げの成績ではなくて枠順別にどの枠の馬が逃げる可能性が高いかっていうことを過去5年のデータから見ますと、まあ1枠と6枠が逃げる確率が非常に高いということが言えるんですけど、まあ、1枠と6枠が逃げやすいたまたまかなと、まあ、もちろん思って当然だと思うんですけど、まあ、やっぱり競馬においては確証が得られる物事っていうのは本当に少ないと思うので、たまたまかなと思える部分について自分なりに因果関係を紡いでいくことで、いいアプローチが生まれると思うんですね。この札幌芝 1200m に挑む際に、まあ、一つの僕のイメージなんですけど、まあ、内枠とは言わず1枠に入ったジョッキーの心理としては、まあ、やっぱり 1200m ですから最内なので詰まるよりは逃げたい心理が働くと思うんですね。まあ、そろっと出しても絶対前に馬に入られてしまうので、まあ当然直線の進路取りに影響があるので、まあ、できれば前の方に出したい、まあ何なら逃げたいっていう心理が働きますよね。まあ、その結果ですねそのリスクもでかい、まあ、リスクというのは、無理に出していくことによってその馬のリズムを崩してしまうということもあると思うんですね。そういう意味でリスクがでかいですけど、このコース自体は逃げが有利なので、まあ、一つ逃げられれば好走確率が一気に高まるという、まあ、そういうことで1枠の成績が良くなっているのかなと思いますね。まあ、対照的に外枠に入ったジョッキーの心理を推測しますと、まあ、やっぱり1200、例えば小倉や福島みたいに差しがバンバン決まるコースではないので、外からじっと貯める競馬というよりかはやっぱり外を回す振りよりは序盤に先手を取りたいと思うんですね。外からこう斜めに入りながら
先手を取りたい心理が働くと思うんですけど、まあ、その結果としてですね、同じ外枠でも6から8枠では多少事情が異なってきて、やっぱり6枠ぐらいの方がロスなく先手が取れるといいますか、同じ先行したいなという意識があるとして、6枠にいる馬、そして8枠にいる馬が同じぐらいのスピードで出れるんだとしたら、やっぱり一つでも内枠にいる馬の方がそれは出しやすいのは出しやすいですよね。まあ、そういう意味ではやっぱり7枠8枠っていうのは、逃げるにはかなり、ギアを踏まないといけないというところで、なかなか逃げづらいことになっているのかなと、東京のダート 1400m でも似たような傾向が出ているのかなと思います。まあ、外目よりちょい外の方が、まあ、前は取りやすいというのは一つ僕の中ではあると思っているんですね。まあ、この中間のこの中枠の心理を推測しますと、まあ、一応仙人なので当然前には出したいのは出したいんですけど、この内も見ながら、そして外も見ながらということで、まあ、2方向に視野をですね、配りながら、両面を警戒しながら先手を取らないといけない。変な絡まれ方もしたくないですからね。まあ、そうするとですね、逃げることは叶わないケースが多いんですが、まあ、逃げずともロスなく行為が取れるというか、まあ、一旦内とか外の馬を行かせた後に、その後ろで、一段後ろで構えるということで、まあ、リズムをよく運ぶことができるというところで、この大きな穴は出なくとも、この馬券上位に来るというこの安定感はあるのかなと。まあ、それが複勝率のまあ安定につながっているのかなと。まあ、これは本当に僕のイメージなんですけど、簡単にですね、枠順のデータなんかを並べるよりかは、こういうちょっと地味ですけど、因果関係とかストーリーを紡いでいくことに僕は価値があるのではないかなと思っています。まあ、もちろん実際に予想する際にはですね、こういったイメージを持ちながら、当然各馬の個性っていうのをつかみながらっていうことのすり合わせになってくると思うんですが、まあ、そういったところも、全部トータルして、今後予想動画の方も上げていこうかなと思います。まあ、以上でこの札幌芝 1200m 非常にまとまりのない話ではありましたが、このデータだけに頼るのではなく、アナログな情報も吸収しながら総合的な情報を発信することにどんどん僕はシフトしていきたいなと思っているので、まあ、少し見づらい動画ではあったかもしれないですが、このような動画を今後期待されたい方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、吉田茂でした。